良さの秋子ちょ、蛍のお見舞い。これは花子さんのご病気のよくなりかけの話です。花子さんは日々体が元の通りになっていくのが嬉しい上に、お父様や母様が今までの心配を忘れておしまいになって喜ばしそうにおいでになるので、なおなおうれしうございました。 花子さんはお医者様がもう起きていいとおっしゃるまでは決して男をはねらないつもりで毎日雑誌やら絵のご本やらを見ておとなしくしていましたある日お父様が「花子何かおもちゃを買ってあげようか」とおっしゃいましたが私 なもいらないいらこととよ、はさんは言いました。「ご本や雑誌はどうだ?」。はなこさんは首を振りまして「こんなにたくさんありますからいいわ」と言いました。それでも何かいちばんいいものをいってごらん。おまえはおかしもご病気で食べられないのだから。 慰めになるものがあったらなんでもあげようあんまりおとうさまがそうおっしゃるものですから「わたしほしいことはないのですけれどひとつだけみたいものがありますの」「なんだいってごらん」お父様「おとうさまわたしほたるがみたいのですよ」 タルか。よしよしとおとうさまはおっしゃいました。